こんにちは、くんです。ということで、今回は Wii スポーツやっていきます。Wii じゃなかった、スイッチだった、ごめん。スイッチですね。やば。ということで、俺やったことないから、俺 Wii スポーツもやったことないし、スポーツ何もやったことないんだよ、俺。大丈夫かなと思ってますけど、一緒にやるのは DD この暇人です。暇人くんはスポーツ経験は？あ、もう全部っすね。これ下にあるやつだったらバドミントンも全部っすね。どうでありました、はい、バドミントンはまあ、だってあのバレーボールとかも、え、プロゲーマーもしかして？あ、そうっすね。あ、なんでもプロゲーマーなんだ、もうバレーボール僕あのリアルなあの春工程とか どれしたらいいですか。とりあえずとりあえず4人でできるのが2つあるんですよ。サッカーはちょっとレッグバンド持ってないんでできないんで、はい、ボーリングとバレーボールやりましょう。ボーリングが一番とりあえず操作簡単だと思うんで。そうなんですね。じゃあスタンダードでいいですか。お願いします。はい、いいと思います。これちゃんと立たなきゃまずいっすか。立った方がいいっす。立った方がいいっす。え、じゃあちょっと立ちますわ私も全然、みんな多分立ってやると思う。もう立ってますよ。俺は座ってやるよ。右は甘えてる甘えてる。ボタン押してこれみんなで楽しくやるゲームだな。普通にあのパーティーゲーム家に集まってる。これ勝ち負け結構シビアな感じなの？シビアです。あ、普通にあのボーリングのルール一緒です。勝ったやつが勝ち、負けたやつが負け。あの、ZR 押しながら基本的には振るだけです、これ。そう。あの、移動させて、ZR 押しながら、あー、なるほどね。はいはいはい。任せて。俺もやるか。え、なんでこれ、並んでやんの？え、これ、これみんなで投げるんですよ。はい。最下位なんかかけます？あ、これ15秒ありますからね、ちなみに。え？あ、じゃあこれ、1位の人、次のバレーボール組む人決めようよ、じゃあ。あー、天才。あー、ZR 押しながら押したままにしましょう。はい、そう。え、全然ダメ。真ん中にしないと。これストライクやったわ俺。そうなんだ。よし、プレミした。まあ、当然のように、まあ、スペアですね。スペアかストライクしか許されないです、基本的にこのゲーム。そうなんだ。そう、結構ストライク出しやすい、意外と。どうやってやろう。あ、ちなみにこれ見えます。矢印飛ばせます。左に避けちゃうんだけどさ、どうやったら。あ、それあの振ってる時に曲げてるんじゃないかな。手首をひねっちゃってるんですよね、グーさん。クッと。あ、そうなんだ。あの起立整立する時あるじゃないですか。起立する瞬間、あの手横にするじゃないですか。はいはい。この手を肘を曲げずにもう、はい、こうなんか振り子みたいな感じでピュッて、あの気持ち悪い立ち方して振り子のように手をキモいキモい立ち方したらいけたわ。でしょ、まっすぐ行くでしょ。ああ、それです。まずはストライクと。いい。あー、キモいストライク出してる DD。 え、なんかダメだ。おい、 1P 残っちゃう。え、これみんなのスコア。え、俺ちょっと待って、俺4位だ、やばい。暇人やばくね。いや、これ前に何だ。いや、これ DD が当たったから DD が1位ですね、今ストライク。あ、そうなんだ。そう、なんか暇人のキャラキモい。なんかすごいチー牛感すごくないみたいな。おいおいおい、言い過ぎちゃう、言い過ぎちゃう。チーズじゃん、めっちゃ。いや、やめてやめてやめて。結果で見せます。スポーツできるチー牛ってことで。え、これディーディー見といてください。ディーディークソキモス、めっちゃボールゆっくり投げるんじゃないですか。あー、ゆっくり投げるといいのか。いや、そんなことない。割とランダム。そうなの？ランダム？ランダムは嘘でしょ。ランダムは意味わかんないわ。スローにやって、スローにする投げ方が全くわかんない。よし、よし、スペアだ、やった。そうっす。え、ちょっと分かってきた、俺。あ、なるほど、こうやってやるんだ。そう、ズームとかで回転とかもできるんで、移動結構細かいところまで調整できますよ。え、なんかそんなピョコーンって投げてんの、そんな。いや、もうやりますよ。そう、しっかりフックとか効かせて、こうカッと回してガンガンガンってやっていくのが基本なんで。あー、待って、まあ、それができないとって感じですね。ここかな。あー、ほら、曲がっちゃった。いや、めっちゃ曲がる。なんかなんでだろう。多分手首っすね。もうそれ手首なんだ。いや、曲がったらちょっとなんか回転させてもいいかも。やべ、やらかした。うわ、やらかした、最悪。あー、この3やったと、まあ、やばい。え、みんなそのなんかもうスペア当たり前なのこれ。え、そう、あ、違うんですよ。そうそう、だから言ったじゃないか、腕を振り子のように回して手首を曲げなければ絶対まっすぐ球転がるんで。あー、そうっす。なるほど。お、いや、チギュウザ。ありがとうございます。まあまあまあ、ストライクは取れなくてもスペアは絶対取る。右に寄っていつも投げてる。あー、なるほどね。そもそも、わー、終わった。スプリットだ。全然ストライク取れ。いやー、マジか、ストライク取れないね。よいしょ。あ、クーさん、リアルなんだよ。え、ボーリングのご経験は。いや、ほぼないよ、俺。
あ、そうなんすか。いや、まああるけど、別になんか経験っていうほどじゃないよね。ああ、そう、僕もリアルだったら、だいたい平均70ぐらいっす。え、嘘でしょ。もっとひどいと思うな。ガーター連発みたいな。すごいんだもん。ちっちゃい頃のボーリングストーリーであるんですけど、ガーターなしっていう設定あるじゃないですか。あるあるある、子供がいる。あれをやった上で僕ガーター出しました。え、どうやったの。ガーターなしでガーター出したんですよ。いやー、ストライク、ストライク。でも、ストライクか。やった。マジ？いや、分かってきたぞ。慣れてきた、慣れてきた。お、一気にクンさん踊り出た上に。やばい、負けちゃう、クンさんに。負けろ、負けろ。いや、コツ掴まれてる。うわ、なんだかんだみんなスピア出してくんな。やばいやばい。あ、でもディージー下に落ちちゃった。落ちちゃう。あれ、なんか順位かなり変動あるね。よし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 。よし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 。ここかな。ここ。え、待って、え、やばい、俺これストライクの取り方分かったの。はい、ストライク。よいしょー。よいしょー。え、3人ストライク。よいしょ。全員ストライクやんけ。よーよー。もうあのボーリングプロのなんかあれになってきた。ちょっと待って、これちょっと待って、まずいね。分かってきたよ。あれ、曲がれなかった。投球術いくぞ。ほら、よし、はいはい、もうもう大丈夫っす。あれ大丈夫じゃない。マジ、またストライクでした。すいません、ストライクじゃないっす。調子乗りました。やば、やば、このやば。え、でも暇人のスコアなんだ、えげついんだけど、なに。まあ、最後37。もうあー、なんか、なんか横、横ずれちゃったな。まずい。うわー、初めて9本だ。あれ、ディディ君。まあ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 、まあ、スペアあるから。いい勝負やな。え、なんかめっちゃいい勝負じゃん。これさ、コントローラーどういう向きにしてる、なんかこう。え、俺、ボタン、俺、そうっすね、ボタンを天井に向けた状態です。あー、やっぱり。これがまっすぐ投げれるんで。いやマジ？いやマジか。え、なコノが急に追いついてきた。クンさんたちも。まずい。え、危ね。あー、よかった。よいしょ。よー、スペア。とりあえずスペア。普段体動かさないから、ボーリングするだけで疲れる。そっか、大学行かなくなったもんな。おい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 。やばいな。これなんかさ。手元だけでやったのもしかして。あ、クンさん、クンさん、やめましょう、やめましょう、やめましょう。夢がないです、夢がないです。あ、これラストで。手元でやっていい？スイッチスポーツです、クンさん。あ、惜しい！やらかした！やらかした？えぐい声出すね。あ、これさ、最後みんな、スペアかストライク出すともう一球投げれます。みんな2本ずつ残しか。オッケー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 。クンさんはまだ投げてないと。いや、最後ストライクで決めたい。よっしゃ、よっしゃー、ストライクー。あれ、体だけで投げ、腕だけで投げたからそんなピン残したんじゃないですか、クザ。いや、スペアです、スペアです。ほんまに。いや、スペアです、本当にスペアです。からで出せました。くそ、キュッピン。いや、どうだこれ。いやー、イージー初動ミスったな。初動。いやあ、マジか。ストライクいけなかったな。え、ちょっと待って、これどうなった？最終結果これ。俺も最下位。え、まさかに？これ。いや、え、これみんなやってるでしょ？経験者でしょ？一回だけ。セコですかそれ？経験者でしょ？おいしょおいしょおいしょ。マジか。クンさんが弱いゲーム作れた。これ結構かなり上振りじゃない？さっきの1人ぐらいみんなでやったけど、こんな出なかったよ。え、全然180とか120とかだった。クンさんも十分すごいよ、その点数。普通にこれ147だからな、さっきまで最高。スポーツ選択いきますか。バレーボールいきましょう。バレーボールが、これは絶対体起こしたから、クンさん。バレーボールは片方しか使わないですか。片方だけでいきます。大丈夫。しかもこれボタンやらないです、基本的に。いや、ボタンいるのかもしれないけど、あの振るだけ。そうっす。はい、リモコン振るだけなんで、タイミング合わせて振る感じで。そう、東にこれめっちゃ強いし、ちなみに。マジで、ほんまにびっくりするだろ、これ。いきます。マジか。なんかさ、スポッチャ来たみたいな感じなんだけど、なんか。ちょっとわかる。なんか、ちょっと疲れるしな。これマジで立った方がいいっす。これマジで立った方がいいっす。
盛り上がり方が違う。そう振るとこうなんかアクションができるんですよ。ええでクーさんはそれを上に振り上げて振り下げると弾打てます。で、ね、相手もこうやっていきます。はいナイス。はいいいよパパ。あぶねマジごめんマジごめんミスった。トスクーさんはいポン行くよ打ってナイス。なるほどね。そうこういう感じです。早かった。なんか来るんだ。でスティックでブロックいいね。あのブロック自分を動かせるんですよ。やばい。やばいやばいやばい。え、そういう感じなんだ。ドンピシャにするとこのピンク色の軌道ができてめっちゃ強くなる。緑黄色ピンクで最強マジで。しっかりブロッキング1取って。いいよよいしょブロッキングだ。え、やばくね。え、ブロッキングは上に上げるだけでいい。あ、そうっす、これ、そう、ちょっと相手のタイミング見て。相手のさ、レシーブってどうやってやるの？え、これ普通、これもリモコンです。リモコンもピュッて振るだけでいい。いいよ。いいよ。DD の前だって、ここ。よし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 、取った。うわっ、うっしょ、うまくさ。やったやった。ドン、いけ。うわ、ごめん。あー、どうもいい、どうもいい。いや、どうもいい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 。しゃーしゃー。ちゃんとレシーブできたわ。そうそう、そうやってレシーブして、で、仕分けもクーさんですよ。右に振れば、右に球飛びます。左に振れば、左に球飛びます。うまい？なるほどね。そういう感じね。オッケー。あ、掴んじゃった、クーさん。もしかしたら。掴んだ、掴んできた。もう点数は与えません。いいよ、クーさん。はい。そう。これ、ブロッキングの時も、うまい。うまい。いいよ。簡単。やべえ。ポン。ポン。あくさん。え、ポン。いやいや、頑張って取ったから。ナイス。危ない。いけ。いけ。頑張れ。ナイス。マジ？くそ。粘るな。うくさん、うまい。やば。大丈夫。いけるいける、これいける。はい。くさ、ブロック、ジャンプ。あ、ごめん、すまん。いけるいける。振って振った振った振った。いけ。よっしゃやべやべよし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 やばい。あ、ブーさん嘘よし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 。いやいや、いいね。マジ怖い。相手がスパイク打ってくる瞬間クーさんリモコン振ったらジャンプできるんで。ナイスタイミング、ナイスタイミング。え、クーさん打ってみ。そう、ナイス効果。そう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 、ナイスブロック、ナイスブロック。ごめん、すまん。ブロック弾けなかった。マッチポイント。いや、まだマッチポイント。いいよ。あ、ナイス。おい、やばい。右、うわ、怖い。いける。はい、ここ、うわ、なんでだけど。やばい、めっちゃ下手。なんか、ブロックができない、コーンさん。うわ、怖い。あ、どまい。ブロックうまいな。ブロックなんかうまいね。で、クーさん、あのスパイクもらう、あ、もらう場所はあのスティックで動かしながらでもできる。いや、ここ取らないと。スパイクネット左右に来ることもできるんですよ。あ、ネットの前で移動することもできるんで、右左。ナイス。いけ。あ、ごめん。な、なにそれ。よいしょ。はい、さあ、タイミングが下手くそだった。ブロック、よいしょ。ナイス。うわすぎ、それ。試合終了。おもろいね、これ。結構面白いでしょ、これ。変えてやります、チーム。変えます。やります、変えて。俺、ゲンゲン選手なんで、よろしくお願いします。下の名前何なんだよ。俺、ゲンゲン選手。ちょんちょん。え、方向だけこれ。そうですね、右、左、方向、打ち分けたりも。オッケーオッケー。ユニフォーム一緒やしな。チーム感がある。チームがある。よし、この行くぞ。絶対に球をこぼすな。バレーは上を向くスポーツ。やばい、早かった。打ち負けろ。あああああ、コウさん、え、コウさん、まとめ。ブロックで頑張ります。頑張れ。うまい。いや、ブロックうまいな。だからしっかりブロックしてる。ブロックされると割と取りづらい。なんでブロックのタイミング分かるのにスパイクのタイミング分かんないんだろう。本当だよ。うまい。2人、2人。あ、やばい。はい、ナイス。マジか。いいね。
いや、ごめん、当たったんだけど。トスの、トスも結構いい感じに上げないとあれなんだな。あ、そうですね、トスも結構重要っす。確かに、割と重要。うまい、うわ受けたぞ、いけ。いやー、ブロック、いや、ブロックの、ブロック回避みたいな難しいな、それ。あ、そうっすね、これ、だから準備しとかないと、まずい。内訳できるから。そう、内訳で、それ回避って感じ。回避って感じ。ダメだ。あ、よし。ブロード。うわー、ナイス。マジか。と思ったのに。いや、ブロックされた後の反応難しいよな、マジで。ブロックされた瞬間、あ、切れちゃダメなんだ。いける。お、ナイス。なあ、ごめん。え、やばい。ブロックうまい。ブロックうまくいけばめっちゃ強い。これ頼むぞ。ナイス。いいよ。あげたあげた。はい、ぴたりぴたりお願い。ナイス、やった。あ、うまい。あれはうまいな、それ。いける。そばよ。うくそ。大丈夫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 。おお、ナイス。ボンネ。やばい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 、やってやって。いやいやいや、大丈夫大丈夫。ミスをしなければいい。オッケー。あめ。よっしゃ、よーし、よっしゃ、これリプレイ見れます。しかもこれコノさんがあの、なんか体育の時に運動できない女子みたいになってる。おい、拍手やめろ、拍手。ナイス、ナイス、ナイス、しゃー、足が弱いんかな。次組み合わせでいきますか。はい、え、これでこれで負けたらそういうことか。そういうこと。私リアルのバレー一番強いんだけど、絶対この中から県大会まで行ったんだけど、私優勝しますよ、県大会。やばすぎる。なのになんでスパイクのタイミング分かってんの。いや、違う、違うよ、遅いよ、リアルのと。対空時間長いよね、この、この世界。長い。だから月みたいな対空時間になってる。さあ、いくぞ。蝶々さんとゲンゲン、ルーキー、ゲンゲン、蝶々。パンダみてえやな、お前らの名前。心身なんなん来た。俺は完璧なブロックを見せよう。あ、ごめん、ミス。ナイス、大丈夫、いい。いや、ごめん、よし、よし、いや、今絶対できた、そう、うまい、うまい。このタイミングわかるんだけどな、ブロックの、このタイミングが。いいよ、ナイス。それナイスを重ねないとやっぱダメだ。いける、ナイス。あ、ごめん、ちょっと早かった。いいよ、打ち上げ、よいしょ。そう、ブロードするとブロックされなくなる、こう動くと。あー、え、空中でどうやって動くの。え、空中じゃなくて、なんか地面のところで、なんか味方のレッドトスがナイスやったら多分できんの。あっ、うわー、うますぎ、うますぎ。いや、トスした後ちょっと気に入れちゃうな、めっちゃわかるんだけど。マジで、マジでうまい。トスした後もね、気張っとかんとあかんのがむずい。え、え、クさん、あ、すいません、ちょっと、なんか運動できない女子やってた。あーみたいな。すげえブザバなんだけど。やばい、やだ。完璧なブロック見せる。え、すごい。あ、うまい、クさん。いやー、やっぱね、こうブロックされた後しっかりボール戻って。いや、なんか横にずれるのがなんかやり方が知りたいな。え、なんかスティッククックって動かしたらなんか動きやすいません。え、スティックやんの。そう、スティックいりますよ。え、なんか結構スティック使うか、あれ。あげる、うわ、ナイスだぞ。いや、そう、これナイス3回繰り返されたら危ない。マジ、まさか届かなかった。あたしかあたしか、いや、そうそう頑張ったと思ったけどな。いやー、難しいな。めっちゃおもろい、バレー。マジでおもろい、これバレーおもろいな。他ってなんかもう11でしょ。でもそうなんですよ、分かれてやるのもまた。
ねんねん。悪いけど、普通に勝たせてもらう。いや、俺あのやり方すら知らねえんだけど、俺バドミントンは正直、最悪振ってればなんとかなる。頑張って喋ってください、あんまり喋れないんで。了解了解。下から上に振り上げてサーブ。そうっす。ほんと。え、だから遅い遅い挙動が。え、そうです同じなんか、ね、バレーと一緒。え、バレーともありますけど、ZR 押すと、なんか手前に落とすみたいな方法ができるんですよ。ドロップって書いてある。そう、ドロップっていうあるんじゃないですか。それで、相手に右左の、うん、相手の、そう、前にやれる。振り分けできます、これ。ジョイコンのあれで。右打つか左打つか。振る方向が違う。あ、なるほどね。結構ジョイコンの動きがね、繊細。マジで、なんかスイッチ。マジですごい。うまい。すごい。すごい。いい感じになる。ついてる。うまい。マジでいい感じ。で、クサが打ったら、あのヒョロヒョロのなんか、濃い青のヒョロヒョロ玉が来た瞬間、こうピンクのスマッシュ打てる。スマッシュが打てるタイミング。あー、そういうことね。そう。これを出しちゃったら、ちょっと相手に有利になっちゃうんで、これを出さないよって。ヒョロヒョロに対して、なんか自分のバランス、相手がミスったらとか、相当遠くに打ったらとか、相手がバランス崩したら。いやー、もう、そうそうそう、クーさん、そういう感じでやれば。オッケーオッケー。いや、もう流ってきたよ。つかまれちゃった。持ち悪い戦法するか。えい。えい。いやー、嫌な戦法してるなー、なんかどっちも。疲れる、疲れる。そう、スタミナもあります、本人。だから振り分けして、そう動かすのも大事。あー、左右にやるってことだ。オッケー。これ他のゲームでも結構あるんだけど。うまい？ガチモード入ってるって、クンさんたち。やらせねえってこれ。だな。え、そう。ほら。喋れない。うえい。俺。マジでヒョロヒョロ打ったらね、結構厳しい。厳くなんだよね、もう。これガチのバドミントンだよな、結構マジで。確かに、マジでやばい。タイミングもマジで本物のバドミントン、これだけちゃんと。いいね。あ、黄色、うまい。あの、色が変わるんだね。いや、結構動いてるな。どっちも振り分けしてるな、これめちゃくちゃ。うわぁ。なんか、色は何だ？緑が黄色は？黄色がピンクの。タイミングこれ。レベル2みたいな。レベル3がピンクって感じ。黄色もまあまあ強いです、ちゃんと。なんかでも、スマッシュっぽいのが黄色っぽい感じあるの、バトミントンだと。うまい。多分上から触れるとスマッシュできるようになるんじゃないかなと思ってる。あ、それピンクチャンスですね。うわ、うまい。ピンクチャンスっす。よーし。うまい。これはアボヒョロ。分かってきたよ。ヒョロヒョロだな。何度も打つね。うおー。うまいな。ポンポン。うまっ。よう拾ってもくさ。よっしゃー。あっさー、マジか。これ左右もう一回やってみたらどうしよう。もう一回やりたいの。分かってきた。コツを掴んで。なんかうぜえな、ディディのそのピンク。うざいうざい、なんかさ、あの、なんか全身ブランドみたいな感じでうざい。めっちゃわかる。ちょっとなんか嫌な、嫌な金持ち、嫌な金持ちだよ、完全に。うん、はしょ。もういい？やばい。意外とドロップ忘れがちだから、打たれた時に、あーそう、わってなる。いい感じにドロップ。ちょいちょいちょい。ドロップやってあれ？なんか手前？あ、そう、手前に落とすやつ。なんか残像が残ってるやつはドロップですね。そう、なんか相手が後ろ行ったりしたらドロップって。いやー、マジか。うわ、うまい。うまいけど、ディーディー一切喋らんくなってる。全然喋んねえ、マジ。ガチモードすぎ。全力をかけてる。喋れねえんだこれマジで。今、あ、ミスた。うまい、めっちゃクーさんうまい、めっちゃ振り分け。マジ振り分ける。うまい、やばいわ。
何それ。リーリーもよくね対応してるわこれ。あ、ちょっと今クザ、うわスマッシュ、うわーい、え、スマッシュってちゃんと緑で返せるんだあれ。やばいこれ、やばい、やばい、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいラリズジル、うっ、うわうまなんかすごい対決見てた。あーマジか、いやなんか、いやなんか部活のバドミントン部みたいになってさ。うまい、え、打ち分けうまない、これちょっと待って、レベルクソだな。やりたくないくんさんと。よっしゃー、はい、おえな、青ひょろ出させるのうまいわ。なるほど、うん、あーマジか、あ、こけちゃった。こけるのもあるんで、こけたらもうほぼ終わりと思った方がいい。なんでこけんのこれ。いや、これスタミナ、スタミナ、あ、スタミナ、スタミナとなんか遠すぎてタイミングが遅いと多分こける。あ、なるほどね。と思う、多分。すげえ、運動量やばいね、これ。ね、ミーすげえよな、よくこんな動くよな。ね。ポンポン、うん。いや、やばい。ち、やらしい。やばいこれ。ディディがよく耐えてるわ。うお、すごいわ。よし、はい、いやいや、まだまだまだいけるで、まだいける、まだ舞う、まだ舞える、ほいほいほい、うまい、うっ、危ない、おうまい、ひょろひょろもね、ゆっくりだから打つタイミングむずいよ。全然あるな、クンさんの振り分けがうますぎて。ガチで？ディーリもうまいな、振り分け。やばい、大丈夫これがうまい、スマッシュからの。よっしゃー、もういくぜ、まだまだ。何この熱い勝負。いや、熱い。あそこで返してきたのやばすぎる。いや、マジで。ピンクね、そう簡単に返せに行く。無理だよ。もうポン。いやー、マジか、こけたなー、いい勝負してる。いや、いい勝負だった、すごかった、めっちゃ熱かった、激熱。じゃあ、コンさん、勝負よろしくお願いします。日本選手で、クンさんと同じ、クンさんたちと同じで、じゃあ、ちょっと見させてもらえますか。行きましょうか。ちょっと椅子を横に飛ばして、立って。いやー、私勝ったら激熱だね、こんなボコボコにしたろ。パチンコで赤が出るみたいな感じだもんな。はい、やります。左右動く OK。わかんない、わかんない。なんで常にパチンコ例えるの。わかんないんだ、俺。さあ、よろしくお願いします、勝負。はい、言いますか。いきなりそれ打てる。おー。おー。あへぇー。あれ、なんかさっきよりレベル低い、なんか俺。めっちゃ低いですね。レベル低くないか。うまいからね、あれ。おかしいから。いや、おかしいんだって。じゃあ、ま、レベル低いね。負けた方じゃ、クンさんとやります。お前、レベル低い、なんか。いいよ、この。ママさんまで、これ。ママさんまでよりも。まだ本気出して。ママさん本気出してくんね。あ、これ、ハゴ板か、これ。ハゴ板か。ハゴ板、ハゴ板、正月でやるやつ。任せな。やばい。うまい。なんで何してんの。よーし、少しが痛い。いや、もうまだまだやんの。まだまだまだ、待て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 、いや、もうよくない。感覚がバグってるだけ今。いや、もうでもな、まああ、暇人これやまずい。うまい。なんでちょっと弱くない。ああ、殴い。マジか、殴い。殴い。回線絞られてる。あ、いや、やばい。同様の回線絞られてる。チートか。マジか、チートにやられてる、もしかして。
いや、ひまじんくんなんか、もう一社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 、いや、もう、もう一社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 、かわいそう。もう一社やる、もう一社やる、もう一社やる、早くやるよ。話し上げになりそうじゃないの。もう一社、もう一社、早く来いよ。え、嘘でしょ。いや、もうじゃあ、じゃあ、決勝、決勝進出は決定だね、じゃあもう。ちょっと、ちょっと待って、リモコン。どん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 。オッケー、オッケー、リモコンなんか直った直った。リモコンが壊れてた。言い訳ダサすぎ、マジで。名しか思う。おい、怖いね、だぞ、今。普通の悪口。え、だ顔キモくない、なんか、暇人のキャラ。キモくないっす。なんか、チー牛じゃん、もう完全に。おめ、あ、え、え、何してんの、何してんの、え、なんか今バグった。いや、お前。いや、別にバグってない。あ、いいよ。あ、やばい。あ、イージー。何がイージー。何も、いや、イージーではないだろ、少なくとも。イージーではない。コンさん、うまい。やばい。え、やばい。弱すぎ、弱すぎ。いやいや、1試合取られてますね。さっきの1試合で俺の実力が剥がれたと思ったザコがいるわ。わざとなのに。うわぁ、やばい。え、何か。ほらよ、あれ、クサな。お前を。なんか、人変わった。さっき俺ら1分ぐらい余裕でラリーしてたのに。なんか、なんかね、お互い10秒くらいで決まった。え、なんかさ、ラリー続かないね、なんか。なんか、ゴロゴロボケてんの。相手に体力を絞り取る技が俺ら完成しちまってるのよ。足腰が弱いって何？絶対振るタイミング遅いんだよな。いや、なんかわかんないけど、なんかこうはならんでしょっていう。意味わかんない。なんで終わんだこれ。イージー、弱すぎ。やばい。弱いね。え、日本選手だっけ？一本目で良かったね。一本目俺がハンデ上げて負けてたよ。はい。ああ、なんでこんなまっすぐってんのこいつら。待って、うわ、今勝ったけど。勝ったけど、まあ勝ったけど。もう一回やろう、もう一回やろう。次で決着だ。確かに、じゃあ次で決定かな。いや、ある意味クソ熱い。コンさん弱いね。いや、さっきお前0対5で負けてるから。弱いね、コンさん。帰ってこいよ。言い訳だと全然足腰が。いい結果で見せな。言い訳、お前足腰が弱いとか、ミーのせいにしてたやんけ。わかんない。結果見ろよ。勝ったのは今俺、負けたのは君。試合やる順番逆だったな。なんか間違ってた。え、やめて、実況が冷めてんの。うるせえ、なんかさ、ヤシがうるせえ、ヤシがうるせえ。バドミントン未経験者同士の戦いみたいになってる。あ、これ絶対こけるわ。おもないって。なんでロブで回復、今、え、な。何が遅い？じゃあ俺多分画面のラグある。ないラグとかじゃない、このゲーム別に。うまい。あ、ミスった。え、いや無理だ。イージ無理じゃないんだよ、お前ができてないだけ。キモ。お前ら1対1でなんで生きがってるそんなに。イージー、やばい、やばい、負けたくない、負けたくないよ。負けたくないじゃない、負けるんだよ、練習。弱いなら別に、マジお前。なんで俺が何やでしょ、今の。やめて、余裕だって。やばい、もう一回言ってみて、誰が余裕なの。もうなんでこいつとやると、もう弱っ。
もうお前しゃべんなマジで。イライラする。あかんかって、おーい、あバッチコーイ。ありがとうございました。もうこいつの煽り文句がダメだろ。なんかもう勝負としていやいや、ありがとうございました。いい試合でした。お前最後にスポーツマンシップ見せてくんな。カス、いやまあ見てた感じディーディーしか勝たないと思うと思ってる時点で浅い。そうなんだ。ちょっとじゃあその深さ見せてもらおうか。皆さんどっちにかける。いや俺はそれは暇ディーディーでしょ。します。何してんのこれ。これ何もう何が始まってんのこれ。サーバー何も意味ないからね。なんかさ、あれラケットを丸に回してない。めっちゃ気持ちなかった今の。ディーディー安定感あるなやっぱり。いやすごい。これも返すのがすごい。いやでも一発目4回したわ。うーん、うまい。ありがとうございます。何中戦中戦で中戦で一本出すな。よし、ありがとうございます。あれ話が上手かったのかこれ。あれディッキー君、あれ弱いママさんバレー何を言うてんですか。君たちがママさんです。うまい人たちの次元でもバレー見たことない。まあ、コウさん、君は負けて当選だった。恥なくていいよ。いや、で、点数取られるんだ。よかったよかった頑張れ、ディリー。頑張れ。人の失敗を憎んでる時点で、君は上手くなれない。ありがとうございます。やばいやばいやばい。まあ人の動きってのはあのさ、これさ、ディニーもう話すのやめてる。ディニー君、人の動きをよく見てみよう。そしたら見えるはずだ。気まずのアイコンめっちゃ青くてみたいにうざくない。効果が上がってるな。やばい。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい。リリー、まあ、ここから右左人を振ることが大事。君は俺を振れていない。足りないものがそこにあるというか、それを気づけるから。やべ。ゲッ。ナイス。キバシこけるパターン多くない。マッチポイント。マッチポイント。まあまあ。思い出の2点どうだった？美味しかった？ここ。いけ！マジか。いけ！音が。いやマジでちょっと待って。音が遅れてる。なんだこれ。な、いやいや、え、な、音がない。音が 0.2 秒ぐらい遅れてる。感覚がバグってる。やべえ。みんな一緒の状況でやってんだよ。ミスター。いやうまっ、その振りだけ。遠くに打たせてないのやばいね。ありがとうございます。いやうまっ。俺キバシンってやるか。やりますか、ケンさん。誰がこのナンバーワンか、ニートのナンバーワンか教えます。申し訳ないけどキバシンが勝つんじゃないかなって全然思う。あれ今チャンピオンの僕を部屋に呼び出す。はよ来い。なるほど。行かせていただきましょう。まだ決まってない。まだ決まってない。まだ決まってない。もうここで勝たせていただきます。なんでこのさん、これ成長するチャンスですよ。ぜひ見てください。リリ君、見て学びなさい。俺クンさんにかけるわ。ぶっ通しオーディエンスの応援がない。暇人ね、黄色いやつ打ってくるから自分のペースに持っていけない。
まあ、緑打つなんてあるんですか。低いドロップで返した方がいいかも。ドロップ、そっか、確かに。黄色で打ったらドロップで返す方が確かにいい。黄色打たれるとスタミナ使いまくっちゃうから。やべ。え？え？おお。なんかミスった。ミスった。なんで？なんで？なんで？なんでそのチャンスを。まあまあまあ。余興よ余興。余興？うまい。うまい。やべ。いやー。ぐい。ひわじんの。ちょっと俺がドロップで打っちゃったのかも。まあチャンスを2度あげましたけど。クザ、よろしくお願いします。それ。ミスをチャンスって言うな。うまい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 。よーし。なるほどね。まあまあ、意外といけるんやないか、これ。うん、うまかった、今。いますね。左右に分けまくんの、超強い。あ、悪くないんじゃないですか。ここから、本気出させる。マジ、左右と前に分けてくるから。やばい。え、マジ？それなぜか届かないんだよ。なぜか届かない。これね、届いてもヒョロヒョロだから、スマッシュでその後返されてやられちゃうんだよね。すごいです。いい分析できてるんじゃないですか。ま、分析をしても勝てない壁というものがこの世には存在します。お前勝ってもなんかあんまり器じゃないよ。うわー、そういうことか。ありがとうございます。これからバドミントンが300年辿ってくる道を、俺はその先を。何？300年って何？300 年先の戦術です、これは。何を言ってるのかマジでわからん。こうです。うまい。焦っちゃダメ。ないな、くんさんの振り分けも相当、いける相当だから。あ、危ねえ。トン、トン、トン。まずい。あ、マジか。あ、逆転なんてことは起きない。いや、まだ起きるね。圧倒的1位でよし。まだいける。いや、トン。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ちょっと待って、遅っ。危ない、危ない。え、あれ緑で返せんの。うまい。いける。あー、よーし。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、掴めてきた。あれ、ワンチャンがあるぞ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、いや、負けるなんてことはない。暇人が今乱されてる。うるさいな。あ、オーディエンスがうるさい。オーディエンス、まだ、イエローカード。オーディエンス、イエローカード、うるさいです。左、左、左、お願いします。左、左。いや、うまい。いや、暇人が振り回されてる。あれでした。すごい、すごい振り回されてる。ドロップ使って。うまい。いけ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 。よーし。うーん、まだ負けていない。勝ってるのは俺だ。マッチポイント。勝ってるのは俺。負けてるのはお前。ちょ、え、え、よーし、いいぞ。いいぞ、いいぞ。まだまだまだ。4対4。まだデュースですね、ヒマジンくん。いや、一回動きを変える。うまい、うまいよ。待って、なんでこのラグさ。うまい。ああ、まあまあ、デュース、ね、いやいや、大健闘、これは。いやいやいや、すごいな。負けたら大健闘、勝ったら大将。そんな甘えたらいい世界でいいわけじゃない、コンさん。だからあなたは弱い。勝たなきゃゴミ。負けただろ。ヒマジンさんゲームです。ヒマジンさんゲームです。勝たなきゃゴミ。なんか一人だけワンピースのなんか一人ちょ、待って、うまいな。ちょっと待って。待って。うまい。
ちょっと待って、ごめん、いい勝負、いい勝負だな。えっ、あっ、うわっ、いい勝負。はなんで今すげえ落としたぞ、なんか意味を言った、本当に痛そうだった今の。うまい、危ねえ、最悪。何してる、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 あれ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 、ここにいるザコの、あ、俺ちょっとザコの言葉聞かない、ミスなんかで俺が負けない、ミスなんかで俺が負けないって言ったら何言ってる、え、わかんない、え、こいつ、え、ちょっと待って、ミスった、ミスしてんじゃねえかよ、ちょっと待って、勝負だ俺の勝ちちょっと待って待って待って、分かった、あー、よし、まあまあ、あまり強くなかったねママさんバドミントン楽しかったみたいだね、今、リン君うざすぎ、年上で俺が勝ってたじゃん。え、いやいやいや、別に7対5別にね、だから弱い、だから弱い、暇人くん、だから弱い、大健闘とかいう言葉使わないんだよね、なんかただブザマに負けたらブザマに終わった